今回紹介するのは「探究1」「講談社学術文庫」という本です。他者の他者性をめぐる命がけの飛躍ガラタニは他者と他者を区別し前者を自己との対象性に基づく他者後者を自己との非対象性に基づく他者と定義する。ガラタニによれば、 内政から出発する従来の哲学は自己と他者の対象性を前提とする話す方針聞くモデルを暗黙のうちに採用しているがそこで見出しされる他者は自己と同じ言語ゲームに属している他者であり結局のところ他者はもう一つの自己に過ぎなくなるその点で従来の哲学はモノローグ的な読画論に陥っているそれに対してガラタには 自己と他者の非対称性を前提とする教える星学ぶモデルに依拠することで他者すなわち他者の他者性を回復させようと試みるこの他者は自己と同じ言語ゲームを共有しない他者であり自己の外部に位置する他者であるこのモデルにおいては教える自己と学ぶ他者の間に根本的な非対称性命がけの飛躍が想定され そこで初めて非対称的な自己と他者との間の対話、イロニーについて考察することが可能となる。ガラタにはこうした独ガロンから対話へのモデル転換の契機をデカルト、キルケゴール、マルクス、ウィトゲンシュタインの中に見いだすその論理的切り口と接合方法は鮮やかで、現在、独ガロンや他者といった問題を考えようとするなら、 この著作で提起された視点を避けて通ることはできない。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。